今日勝ったとしても広島と大宮のどちらかが勝利した場合、勝ちますよ当たり前じゃないですか。ジャイアンツ大丈夫、ジェイワンですよ。実は5年前にも新潟は降格の危機に直面。大雨の中、多くのサポーターが声援を送り続けた結果、最終節で勝利し、順位を2つ上げ、奇跡の J1 残留を勝ち取った。再び奇跡は起こるのか。今日、5年前と同じく雨が降りしきる中、奇跡の残留を願うサポーターから声援を受ける新潟。相手は同じく残留を争う15位甲府。